What's up, you guys? This is Otis Kyoka. Today, I'm in Odawara right now. So, I'm gonna go to the castle park. Odawara castle. Here is Odawara. Anyway, I'm gonna check the monkey garden, former Odawara Zoo. But the zoo is closed in officially at when I was year of when I was born in this world. So like 1996. Exactly. The website says I can't find any info about monkeys, so I'm gonna check it out. すごいですね。猿好きなんですか？猿好きです。僕もです。可愛いですよね。はい。で、日本猿好きですか？日本猿好きですよ。温泉入るのがやっぱ可愛いです。はい。あ、長野。長野、すごい草津。はい。可愛いですよね。草津もね。草津も可愛いよ。はい。この猿はね、確か実を言うと日本猿は日本猿でも一応ハイブリッドなんですよ。あ、そうなんですか。あの日本猿には2つの種類 がいまして、ホンドザルとヤクシマザル。あ、でここにいるのはなんかハイブリッドっていう。ハイブリッドザル、はい、聞いたことがあります。ありがとうございます。はい、Here is monkey cage. There. Oh, wait a second. Shigakari, thank you. Oh, it's nice potatoes. ここの猿ポテトが好きなんだ。俺と一緒じゃん。あ、さっき飼育係さんがジャガイモ与えてましたか、もしかして。飼育係の人が、はい、なんかジャガイモでも、ジャガイモとピーナッツですね。あ、ピーナッツか。ピーナッツ、はい。ああ、なるほどね。ここは人参とか食べないのかな、わかんないけれど。あ、猿？はい。猿の人参も食べるだろうけど、やっぱりこういうポテトです。はい、ちょうど今日のおやつポテトを食べますね。まあそれは自分用ですけれど、猿に与えない。そこはしっかりとしてるんで。チンパンジーとか、オランウータンはフルーツが好きですね。だけど日本の猿はフルーツよりはこういう野菜とか木の実とか、ナッツとか、そうナッツ、野菜、うん、そうですね。それとポテト、うん、これはジャガイモだけども、ポテトだけども、うん、ジャパニーズスイートポテトというの、はい、さつまいも、はい、そっちの方もっと好きです。あ、ですよね、はい、高いですね。あ、まあジャガイモはなんか去年の夏不作だったって聞きますから。はい、でももう1年経ってますから、はい、それはもうあまり関係ないですね。そうですね。だから今日本では問題になってるのはポテトチップスが出てます。そうそう。だからなんかアメリカから輸入してる。そうそうそう。アイダホポテトですね。はい。あ、よくここにはよく来るんですか？いやいやいや、来ないです。初めて。初めて。初めて。ああ、僕も初めてです。そうです。
どちらか。出身はロサンゼルスで、はい、住まいは東京都の江戸川区から。ああ、そうなんですね。日本の学校か何かね、大学。前までシアトル の大学通ってたんですけど、ちょっと、いろいろな事情があって辞めました。辞めて、はい、今は日本では何をしてるんですか？ YouTuber。 あ、YouTuber。 じゃあこういうのを撮って、はい、画像にネットで出して、はい。Where is it again? They have sex. He or she is biting nail? Same as me. Toenail. Huh? Is that poop over here? Probably poop. Poop is over there.あるかわいい。